いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、メガボックスを2つですね、ID さんですね。はい、じゃあこちら2つね、開封していきます。今日ね、発送します。メガボックスの場合はこのメガ限定パックだけですね、開封ね。はい、まずはアームストロング、ガンナーですね。で、この下、おお、いきなり来た、バルバスさんだ。はい、ドジャースのプロスペクトですね。はい、ジェントリーバルカス、おーと来ました、しょっぱな予告なし。はい、ヘンリー・デイビスのインサート、こっちはどうでしょうね。こっちからもサインって一回やってみたいよね。なくはないのかな。あ、シリアルだ。アクアはサインあないか。せーの、はい、モレルさんのファーストですね。うん、アクアはサインないよね。パープルからだよね、多分ね。シリアル等ときましたね。はい、ワンボックス目、やっぱりね、ワンパックワンパック独立したちゃんとオッズになってるような、2パックで1組っていう、まあ2021-22あたりは多分2つでワンパックみたいな封入になってたような気がするで、今年の春も良かったんだけど、メガボックスね、よかったよね。まあまだうちも少しありますけど、まあ春のメンバーとこのね、ボークロの秋のメンバーとやっぱ違いますからね。まあ春のメガもね、せーの、あ、いないか。お、バリエーションじゃん。あれ、メリルってこんな写真だったっけ。316、あれ違うよね、バリエーションだ。はい、この間もバリエーション出て確か316だったと思います。しかもメール、はい、もう入れちゃう。あ、すごいね。うん、やっぱこの3番目に入ってるの写真がちょっとんと思ったら確認した方がいいですね。お、スキンズも来ましたね。うん、これは普通だね。はいファーストのまんまだと多分普通なんですよね。こう、なんかね、ルーキーは、RC はついてますけど、プロスペクトの場合はこのファーストがないんですよね、バリエーションは。はい、ということで、シリアルもサインもスキンズも、メリルの、ね、バリエーションも出た2箱ですね。これめっちゃ当たりじゃないの、この2箱。ねえ。バリエーションかなりの確率だと思いますよ。ねえ、モジョリフだしね。はい、ということで2箱で、これすごいね。はい、こういう、さすがっす、はい、ありがとうございました。